アスファルト舗装工事で使われるアスファルトフィニッシャー舗装工事とは道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、採石等により舗装する建設工事である。建設業法に示されている29の工事業種の一つでアスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、ロバン畜造工事などがある。土木工事標準積算基準の公式分では 舗装の新設、おさむらく工事にあって、セメントコンクリート舗装工、アスファルト舗装工、セメント安定処理路盤工、アスファルト安定処理路盤工、採石路盤工を及びこれに類する工事と規定されている。なお、同積算基準ではパッチング当初規模な工事で、試行監所が点在する工事は適用範囲から除かれている。舗装工事業とは、 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、採石等により舗装する工事を業とする建設業。舗装工事と合わせて施行されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては、舗装工事ではなく、飛び、土工、コンクリート工事に該当する。人工芝貼り付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に貼り付けるものは、 舗装工事に該当する。ありがとうございます。